はい、こんにちは、プロトリックチャンネルです。今日はですね、エケベリアの中でも最近人気があるメキシカンジャイアント、こちらの割と根が張ってどっしりしたものが入ってきたのでご紹介したいと思います。今鼻首は上がってますけどもね、非常に、割と根が張っていていい株だなというような印象があります。で、もともとコロラータの、大型純白系のものを選別したようなものなんで、非常に強健な品種ですね。冬の寒さ、それから夏の暑さにも、比較的強いかなというような印象がありますね。で、かなり小株の茎もいいので、よくよく見てもらうとこの辺りですね、根元の茎も、この株も小株吹いてるので、どん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 増やしやすい品種かなというふうには思いますね。夏の暑さ強いといってもどうしても、空気がこもってしまうようなところですと、蒸れて腐ってしまいますので、極力ですね、風通しのいいような場所、それから日当たりのいい場所、できれば軒下で雨が当たらないような場所で置いてあげると、この綺麗な状態維持しやすいかなというふうには思います。で、あとはあんまり葉っぱ触ってしまうと、どんどん汚くなっちゃうので、あまり触らないようなところで、管理していただければいいかなというふうに思います。メキシカンジャイアント、本当に、ここのところ人気が上がっていて、いい株も続々入ってきてますので、ぜひお店の方で一度見ていただければと思います。